おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は東京野沢立雲寺住職細川信介さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう今週は新助圭介のうまいこというラジオお届けしてきましたけど、はいはい、台本なしですが、台本なしでいかにうまいことを言えるかうん、ね、割とね、まあ、この お互いちょっと その傾向があるんじゃないかっていう気は僕はなんとなくしているんですけど、うん、そうですね、何の話をしようかなと思って、ジブリで、はい、あのね、うん、面白かったな、へーって思った話が最近、はい、あれは誰だったかな、宮台真司さんと、ダース・レイダーさんとかな、うん、なんかね、まあ、ジブリの話をちらっとこう出た、へーって思ったのは、あの、千と千尋、はい、の、あの、ほら、お父さんとお母さんが、なんだっけ、豚になっちゃうんですよ。はいはいはい。で、最後に、じゃあそれをこう解放しようということで、はい、あの、ババ。選ぶやつですかね。うん、そうそう、ババから、あの、はい、どっちだっていう、選ばされて、で、千尋が最終的に選んだのは、どっちでもないっていう、確か、答えだった。そうそう、ここにはいないものっていう。そうそう、ここにはいない。うん。うん。っていうのが、うん、あれはすごい仏教的だなっていう思った。っていうのは、つまりその、二元論に僕らは陥るじゃないですか。はい。で、あの、右か左かみたいな。うん。うん。うん。でも、あそこで、どっちですかって言われたときに、どっちかを選ぶっていう時点で、その、どっちですかを提示してきた人の手の上に乗っているっていうか、まあ、あそこで言うと、ババの、あの、その魔法というか、そういう術中にはまってしまうわけですよね。うん、なるほど、うん。でもそこから離れたっていう、そうそう、あそこが大事なんですよみたいな話をしてて、へーって思って。いや、初めてそんな切り口で、うん。そうそう、僕もちょっとそれはね、はい、初めて聞いて、そうかと思ったんですよね。うん、確かに、うん、そのね、何かこう、どっちだろうっていうところで、日常生活であれ、じゃあ、その、政治とかね、どこに投票するとかもそうかもしれないけど、どんなことでも、僕らは割と考えているようで、本当の問題から反らされていること、なるほど。すごい多いような気がしていて、うん、じゃあ、トランプかバイデンか。ああ、確かに。うん。いや、もうその時点で向こうの手のひらに乗ってますもんね。そうそうそう。そういうところってね、すごいあると思うんですよね。なるほど。うん、で確かに、ね、うん、まあ、コロナだから今結構選択肢がいろいろあって、逆にそれもなんか選択肢に乗せられてるってことなんですね。そう。うん。うん、で僕らは選択肢を新たに作ることだって本当はできるはずだし、うん、ね、右でも左でもない、まあ僕は最近この仏教の中でも中道っていうことがすごい大事だなと思っているんですけど、それって右か左かの間のなんか、なんだろう、中途半端なところ行こうっていう話ではなくて、なるほど、うん、右でも左でもないところなんだと思うんですよね、そこって。ですごい実はあの、なんだろう、中道主義、うーん、間を取ってこう事なかれ主義とかじゃなくて、うん、めちゃくちゃクリエイティブなことなんじゃないかと。
いうふうに思っていて。で、それって、なんか、禅も、ね、こっちって言ったらあっちに振ったり、あっちって言ったらこっちに振ったり、どんどんこう、揺さぶって、考案なんてそうだと思いますけど、はい。ね、枠組みそのものから離れていく、こう、ゲシュタルト崩壊をこう、ね、こう、作り出していこうとするような、なんかそういう、揺さぶる手法じゃないですか。なるほど。ね、千と千尋は全的なんだなと思って見てて。だから、千と千尋で、千尋が乗ってく電車があるんですけど、うん。あれの行き先が中道なんですよね。おぉ。はい。今思い出しました。そうか。だから結構面白いですね。うん。で、行きはあるけど帰りはないっていう電車なんですよね。だからジブリのすごいのは、まあ今、鬼滅の刃とか私もやっぱり流れに乗って見てるんですけど、やっぱりジブリにあって、鬼滅の刃にないものもやっぱりあるなって、まあこんなこと言うとまた怒られちゃうかもしれないんですけど、なんか哲学的なというか、なんか人生を考えさせられる、まあ鬼滅の刃ももちろんあるんですけど、私はなんかジブリにそういうところがすごいあって、あるな。まあもちろん、鬼滅の刃も全巻買うぐらい好きなんですけど。いや、なんか、まあ、結構あれで仏教かけてる方も今いらっしゃるみたいで。ああ、ね。いますよね、はい。うん。そうそう。南無阿弥陀仏って、ね、どなたか言ってたような気が。うん。はい。読みました、圭介くんは。え、鬼滅？鬼滅はね、はい、漫画の一巻だけ読みました。何それダメだったんですか、うん、いや、じゃなくて、たまたまあったから一巻だけ読んで、続き読みたいなと思いつつ、ちょっとどっか、うん、じゃあ、龍雲寺さんに行けば読めるんだな。はい、あります。やっぱりね、あれだけ、やっぱ注目されるっていうのはやっぱすごいなと思って。うん。ね、まあ、鬼っていう概念と、ね、いろんなのがすごい組み込まれてて、しかも引き際がすごいサクッとしてるのがすごいなと思って。うん。最終回伸ばさないみたいなところも。はいはい。最終回伸ばさないんだ。まああれだけ、ネタバレにはなんないと思うんですけど、うんまあ、あれだけ、これだけ人気があったら、ちょっと1年でも長くやったら全然多分違うと思うんですけど、うん、やっぱ作品のことを考えて、ここで切るんだっていうのがすごいなんか出てて、うん、だからすごいなと思って、うん、お金より大事なものっていう作品にこだわったのかなって、勝手に一読者としては思ってたんですけど、ねえ。ねえ、もう私、はい、どうぞ。ジブリもそうだけど、なんか、いろいろ漫画とか、まあ、ほんと、今の題材っていうんですかね、そういうものにも、ね、新助くんはたくさん触れてますよね。ねえ、なんかやっぱり、大学生に授業することもあったり、中学生に座禅とかもあるので、うん、やっぱりなんか、だるまさんがとかいう話よりも、なんかそういうのが混じれた方が聞いてくれるかなっていうのはあって。うん。まあね、やっぱり結構漫画も好きな世代ですし、私たち。で、スラムダンクとかに始まり。うん。でも松本くん、あんまり読まなかったですか。スラムダンク読んでましたよ。一巻だけ。いや、スラムダンクは全巻読んだ。ね、で、多分ね、グレーの歌とかも北海道だから、やっぱり思いを込めて聴いてたんじゃないですか。いや、北海道だからね、ヤンキー文化だったんで、ね、グレーもそうだし、家に今日から俺はが全巻ありましたね。マジっすか今ね、今なんか映画になったりしてるみたいな。だから結構私はうちに美味しんぼしかなくて、さすが禅寺。だからそれだけはもう何回も読んでたんで、結構いろんな勉強になりましたね。うん。美味しんぼは誰が買ってたんですか？いや、なんか昔いたうちにいたお坊さんが買ってたのが前回あって、
で、それがいつでも読めるところにあったんで、もう、おいしんぼに関しては、山岡さんが結婚するぐらいまでは結構詳しい感じ。ああ、すごい冊数ですもんね、あれね。いや、だから、あの、和菓子の甘さって何を基準にしてるか知ってますか？え、何ですか、何ですか？あの、干し柿の甘さらしいんですよ。へえ、その何、甘さっていう糖度っていうことですかね、はい、うん、多分感じる甘さだと思うんですけど、だ昔は糖度とかも測れなかったんで、うん、多分干し柿の甘さを超えちゃいけないみたいなのがルールであったみたいで、うーん、まあこれもなんか和菓子の先生に聞いたわけではなく、ただおいしんぼからの知識なんですけど、うん、うん、漫画はね、いろんなことを教えてくれますね。そうそうそう、うん、なんかそういう中で、あの、なんだろう、自分の、あの、何こう、ロールモデルとか、こういうキャラクターでやりたいな、みたいなのあったりするんですか？なんか憧れるのは、あの、ワンピースのルフィなんですけど、うん、まあ別に海賊王になりたいわけじゃないんですが、うん、その、点々点っていうのが、うん、あの、点々点っていうのがないんですよね。ふわふわふわってこう心で思ってる心の声みたいなのが、はいはいはい、一回なんかで読んだことあるんですけど、その作者の方はそれを意図としてやられてるみたいで、うん、こう思ったことは口にしちゃうのが主人公みたいで、うん、こう心の声みたいなのがないので、うん、なんかすごい全的でいいなーって思って、まあそんな俺も私も心に思ったことをどんどん言ってたら大変なことになると思うんですが。うん。ね、心の声は心の声。割と言ってますよね。いや、そんなこともないと思うんですよ、ね。そんなこともない。結構あの、重鎮に囲まれたりしたらもう今日はいい天気ですね、みたいな。そうですか、みたいな。そうなんだ。そうですか。縦社会ですからね、うん、臨済宗も。そうですよね。はい。確か。いや、だからそういう、あの、松本くんは何か憧れるキャラクターあるんですか？憧れるキャラクターは、そうだな、なんだろう。何ですかね。あ、でもね、似てるって言われたのは、ワンパンマンの埼玉は似てるって言われましたね。アンパンマンの、うん、ワンパンマンの方、ワンパンマン。ワンパンマン。そう、ワンパンチマンのワンパンマンっていう漫画があって、あれすごい、あの、面白いなと思って見てたんですけど、主人公が埼玉っていう、で、まあ、無敵の最強のまあ、ヒーロー、見た目別に全然かっこよくもないんです。まあ、ハゲてるんですけど、うん、ツルツルの、まあ、そういう意味では見た目もすごい似てるんですけど、うん、なんかいろんな敵がかかってくるんだけど、はい、初めから一番強いことがもう設定としてあるんで、うん、なんか瀕死の状態になったりもしないし、うん、まあお豆食べたりもしないんですよ。しないそうで、成長もしないっていうか、もう、ね、あの無敵だから、うん、でもそこにある苦悩というか、うん、なんか充実感のなさみたいな、うん、それとの戦いなんですか？そういうのが描かれているんですけど、まあちょっと、うん、気に入ってますね。だから結構吉村翔陽さんとかもウォーカーさんとかと漫画で仏教のことをバンバン話してったりとか。ああ、そうですね。ね、うん、あの人たちの知識もすごいから、すごいなと思いながら。サブカルお坊さんもね、結構いますからね。うん、いや、あれだけ喋れたら面白いでしょうね。うん。だから、まあ、もう一個疑問なのが、あの、アンパンマンに出てくる、あの、ニンニク小僧っていうキャラクターがいて、うん。それがなぜか、あの、お寺の小僧役なんですよ。で、なんでニンニク小僧が寺にいるんだみたいなのは、結構いつも見ながら思うんですけど、確かにね、なんだっけ、君臣主肉三門に、はい、はい、ね、入るべからずとか書いてあるから、はい、ね、あんまりこう、匂いの強いもんとか、精進にも使わないはずなのに。そうなんです。はい。
あれ、浄土真宗さんはいいんですか、あれ、あの辺は。浄土真宗は、うん、あんまりそこのね、戒律をどうこういうことは、あんまり強調はされないんで、僕もその修行中っていうか、うん、その時もエビフライとか出てましたけどね。お全然気にしてないっていうか、うん、むしろ太って帰るっていう。だから大河ドラマで一回、あの、指導やってた時に、はいはい、寺の設定で畑にネギが植わってたっていうのもが問題になって、ああ、はい。いや結構やっぱり油断してるといろんなとこで出てくるなって思って。ああ、確かにね。感謝。だから三本具とかで畑耕してると、うん、戦国時代にやっぱ三本具はないので、うん。なんか備中藩の江戸時代の三大発明らしくて、あの、フォークみたいなクワが。はい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 。だから戦国時代にあれがあってはいけないし、例えば、背中叩く警策で撃ってもいけないし、木魚もあってはいけないとか。警策ってなかったんですか？江戸時代からなんですよ。あ、そうなんだ。昔は橋っていうのはなかったんですね、はい。そうなんです。はい。で、なんか佐々木静香先生に言うと、あの、毛糸の玉を投げてたって。ん？うん。前の人が寝てたら、毛糸の毛玉みたいなのを、こう、ポンと、こう、投げて起こすっていうのが、あの、律に書いてあるっていう話を、それこそ円覚寺さんの YouTube で聞いて。へえ、そうなんだ。で、江戸時代から隠元さんが来られて、計策が出てきたっていうことで、結構歴史は新しくて、あの木魚もそうなんですよ。江戸時代からなんですよね。今当たり前だと思ってるものも案外、はい、うん、昔の、まあ、江戸時代って言ったらね、つい最近なことなので、うん確かにね。はい。いや、だから結構、あの、大河ドラマの交渉的なのはすごい勉強になったし、面白かったですね。うん、今も、麒麟が来るもやってるんですけど。おお。はい。そうなんだ。この、今度、武田信玄がおそらく出てくるって言っちゃいけないのかな。うん、武田信玄が臨済宗なので。うん、ああ、そっかそっか。はい。なるほど。まあ結構やっぱり、ああいう場にいるとこう伝えることの難しさっていうか、どれだけ命を削ってやるのかっていうのがすごい勉強になって。うん、うん。役者さんとかも。はい、うん。まあ役者さんももちろんなんですけど、スタッフさんですね、やっぱり。ああ、そうですね。で、なんか僕らお寺だと お盆になると忙しい忙しいとか言いますけど、うん。もう忙しさの日じゃないなっていうのは、現に体感して、うん、もう夜徹夜ギリギリまでやって、日中はもう常に気が許されず、まあ照明とかカメラマンさんとか衣装さんとか、うん、皆さんそれぞれやって、初めて作品になって、一週間撮ったものがやっと45分になって、いろんな人に感動を呼んで伝えるってことができるとするならば、うん、私たちはもっともっとこう伝えるってことに努力しなきゃいけないなっていうのを、私は大河ドラマの現場でひしひしと感じるっていう、なんか変なあれなんですけども、だからもっと僕たちはやらなきゃいけないんだっていう風な、で力んで力みすぎって松本くんに言われるみたいな感じなんですけど、なんか力む時も必要なのかなって思ったりするんですよね。そうですね。いや、それはそうだ。うん、結局話が戻ってきました、うん、でもその力を入れて何を伝えたいですか？私はやっぱりなんか禅がいいものだっていうのを解き尽くすっていうのがモットーなんですよ、うん、届かなくてもいいから絶えず解き続けるっていうところが、まあおじいさんから受けたバトンだと思ってるので、うん、だから解き伏せようって思うとどうしても力んでしまうので、うん、届かなくてもいいからもう解き続けていこうっていうので、まあ、座禅っていうものを大切にしていきたいなって思ってるんですけど、うん、確かに解き伏せるはやっぱその相手に働きかけて変えようっていうね、その、はい、特に意図がインテンション、意図が入ってくると思うんですけど、まあそう、
まあ、でも その意図を手放したところでやり尽くす、解き尽くすっていう、はい、うん、ことはすごい大事だなと思うし、うん、まあ、その辺の話って結構その他力とかそのね、うん、あのまず浄土真宗なんかはよく他力を言うわけですけど、はい、最後は、まあ、自分はやることをやるんだけど、それが、まあ、届くとか届かないとかっていうことは、もう、うん、まあ、阿弥陀さんにお任せする。なるほどね。うん、っていう。だから結構、私、自力と他力って、これ、山田無門老師の言葉なんですけど、うん、自力を捨てるまでの自力と、他力を捨てるまでの他力っていう言葉がすごい好きで、うん、だから結局、私たちも、まあ、結局一緒って言葉あんま使いたくないんですけど、なんか自力を捨てるまでの自力、他力を捨てるまでの他力って思うと、なんか大乗仏教みんななんか目指すところはなんか近いというか似てるというか同じところになるのかなっていうふうに、だから私たち自力自力って言うんですけど、もう自力を捨てたるまでの自力であって、そのところに達すると多分他力さん、他力と言われてるところと一緒になるんじゃないかな、もう任せるってところになるのかなって。うん。はい。そうですよね。さすが山田無門だし、うまいこと言いますね。本当に、あの言葉に結構。選手権かなり。人の、あれですけどね。人の受け売りですけど。いや、人の受け売り大事ですよ。はい。ね。そう。お坊さん、受け売り力もすごい重要な。そうですね。如是我門ですね。そうですよ、そうですよ。うん。うん。だから、今逆に広告と宣伝をすごい意識してて、へぇ。知ってもらうまでが広告で、うん。それをなんか納得してもらって行動に移してもらうのが宣伝らしいんですよ。言葉の意味としては。うん、うん、うん。だから私がやろうとしてるのは、やっぱり禅の宣伝でありたいな、っていうところで、うん、まあやっぱりいいなと思ってやっていただく、1日5分でもやっていただくとこまでを、まあ、目標にしながら解き続けたいというか、解き尽くしたいなっていうふうに思っていて、うん、でもちょっとなんか逆に広告知ってもらうだけでいいのかなっていう自分もいたり、今ちょっとなんか自分の中の禅問答で広告と宣伝っていうのがあって、うん、まあ、なかなかあの種まきっていう意味が宣伝にはもともとあるみたいで、うん、まあ、だと宣伝の方がなんかいいのかなって思ったり、うん、なんか今そんなことだらだらと考えて掃除したりしてます、うん、うん、じゃあ、またそうですね、掃除しに行きますぜひぜひ、うん、うん、いや、なんか岩田さんの時みたいにポストレリジョンの話とかになると思ったら、結構おいしんぼの話とか申し訳なくいやいやいや、ポストレリジョンの話でいや、細川と、ま、松本さんが話して、なんでおいしんぼやねんみたいな話になるいいんですよ、おしゃべりだから、うん、いや、なんか今後の宗教界についてみたいな話になると思いきや、すいませんでした。いや、だってそういうのはもう、もうね、いいでしょう。うん。わかんないしね、今後の宗教界のことなんて知ったこっちゃないし。まあね、なんか、まあ、私は結構なんか、共に上がりたいというか、まあ何なんのかな。可能性をまだすごい信じてるんですよね。まあ、私はまだって言ったら松本くんが信じてないみたいになっちゃうんですけど。何の可能性？いや、なんか、まあ、臨済宗というか、今の、特にこう若いお坊さんたちっていうか、うん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 、皆さんいろんな活動されて、いや、なんかすごいいい機運になってきて、うん、まあ、それのなんか一つの、あれが松本くんの住職塾であったり、はい、まるでいろんな人がつながっていろんな力になってきてるなっていうのがあって、うん、本当になんか今後楽しみですよね、まあ、自分のやることも含めて、
そうですね。いや、はい、楽しみだし、いや、僕もそこ、あれですよ、その、可能性は諦めてない、ないっていうか、ただね、そうそう、まあ、今回も、ちょっと、この、しんすけくんにも言いましたけど、まあ、しんすけけいすけっていうのも、まあ、あえてね、僕も翔慶じゃなくて、けいすけっていうのは、本名なわけですよ。はい。うん。なんか、そろそろその、可能性を開いていくためにも、このお坊さんがお坊さんですっていうところからもうちょっとね忘れてそれ捨てて出ていくっていうことがもっともっとね大事なんじゃないかな。そこから可能性が開かれていくような気がしていて、逆にまあ欲も悪くもお坊さんですっていうのってまあちょっと変わっている立場とかなんか目新しさとか、お坊さんがこんなことやってますみたいなところあるじゃないですか。ですね、はいはい、容易にこうお坊さん大喜利状態になるっていう、だけどなんかもうまあまあそれももう一巡したんでそろそろ良くて、もうまあね、しんすけくんなら禅を忘れて、まあ僕は僕でなんだろう、念仏を忘れるというのか、もうお坊さんであるっていうこと自体を忘れたところで、それこそ大河ドラマの現場じゃないですけど、やれるだけやってみるっていうこと、守られたところでの修行をちょっとそろそろやめた方がいいんじゃないかっていう感覚はありますね。なるほどね。さすがっすね。最後にすごい重い言葉で。なんで、まあ、ぜひ、これから、ただの細川慎介が、はい。はい。語る。何の意味もない言葉みたいなのを。はい。期待してます。ありがとうございます。いや、すごいな。はい。じゃあ、まあ、またおしゃべりしましょう。はい。またお願いします。どうもありがとうございました。はい、では、いってらっしゃい。はい。さようなら。このポッドキャストはリスナーの皆様からのご寄付に支えられています。ご協力いただける方はノートマガジン松本翔慶の北条庵ウェブサイトにあるサポートをするボタンからお願いします。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報は、ノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想なども、ノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。一心朝来十方崩壊成就三宝。一心朝来十方崩壊成就三宝。一心朝来十方崩壊成就三宝。呵責諸蔵諸悪号海遊無視頓陣地獣神偽死少少一切が今回三へ。呵責諸蔵諸悪号海遊無視頓陣地獣神偽死少少一切が今回三へ。呵責諸蔵諸悪号海遊無視頓陣地獣神偽死少少一切が今回三へ。願住根人人未来在経仏良俗尊経法理力尊経宗中尊経仏教経法教経宗教無常人人理妙法百千万号南宗具画根見本特十字願芸如来真実義。
妙法蓮華経如来寺了本偈自我特仏来生教書骨首無量百千万億歳阿蘇儀上説法教啓無修約修上領入王仏道二来無量高位道修上広報弁元涅槃二日不滅道上十四説法画上十四四四正人図力量天道修上水言に風剣修剣が滅道航空用車利玄海営連邦に小活合新修上期新仏七時期入難一心欲見仏富士釈神明自我牛首相空室領獣千賀自合修上上在死不滅異方便立行元怒滅不滅陽国修上空業新業者が武を非中異説無常法尿と不満し単二が滅道が検証修上持つ罪欲開口不異現人領合小活合因合神殿坊内出異説法人数力尿税大和葬儀工場大領獣千牛幼少獣小修上健康人大家小小寺が指導安穏天人上獣万言臨小道各修獣保証言宝珠多景化修上小遊楽小天逆天空上佐春義逆万田ら計三仏牛大修が浄土復帰二修剣小人宇宙諸空の尿税出獣万税小大修上遺約後因縁化葬儀公風門三宝妙小宇宙空毒には七力者即会見が信在しに説法悪事し主説仏獣無量空内見仏者異説仏難事が地力尿税栄光賞無量純名無修航空修合小徳尿等宇宙小没頭死小儀等断尿用人仏合実布公尿異善方便異事を思考実在に言し無能石膏も我役異性部偶小空現茶異凡部天道実在に言滅異条件が公に消去し心法逸弱語欲だお悪道中が上智修上行道不行道随用小稼働異説修樹法毎実さ税年伊賀領主上福入無上道即上樹仏心仏性成就第一経由難下四方由異物用物内の空人商法実装小異商法尿税総尿税小尿税大尿税力尿税砂尿税陰尿税炎尿税下尿税法尿税本末苦境等炎頓者小炎実装造強速中無風真実経炎崩壊一年崩壊意識一行無非中道公開牛仏会修上会役年恩入会尿無空化者無明人道即税膨大無修化断変者会中小無道化修正寺即涅槃無滅化小無空無修公無政権無道無滅公無出世権人一実相実相下境無別法発症弱年妙死弱二上昇妙冠水言昇合無二無滅税妙炎頓死冠当地震道一年三年工場同時消死本に一心一年変納崩壊奇妙本学神仏神上寺妙法神殿大本大具足三人徳三十七尊寺神上不門神寺小三昧本人因果法年具無変徳
海本願万元賀朝来新勝仏オンナボキャミロシャナマカモダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウオンナボキャミロシャナマカモダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウオンナボキャミロシャナマカモダラマニハンドマジンバラハラバリタヤウン光明遍照十方世界念仏修行摂取不捨ナムアミダム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 仰ぎ願わくばこの苦毒をもって各家先祖代々の諸生礼往生を苦楽正代を代総じては三階万年無縁無縁一切礼と出離三階仏家増進また願わくはこの荘園によって一家の面々現世安穏五生を苦楽不病出場如来大慈悲愛民五念阿弥陀佛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 安西苦毒平等性一切道仏菩提心往生安楽国このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。